妄想と七面鳥、北原白秋。寒雅な妄想の枯れ色は、私にとって何より親しく感じられる。私は会場の書斎からガラス戸越しに朝夕その眺めを楽しんでいる。どの窓を眺めても妄想がしだれている。寒くて風の少ない日などは、その揺れる穂先ばかりが細かな光を返している。ひじりがごくにもまだら雪が残っている。庭の寒びわも冷え切ってよい。時とすると思いもかけず、ちらちらとボタン雪が降ってくる。そうしたしっとりとした曇り日も嬉しい。私の家は半潰れのままだが、2階だけはどうにか住めるのである。ほとんど廃墟と言ってもよい、この家の生活も、住み慣れてみると、いよいよに執着が増す。やはりここに落ち着いて、静かな試作生活にふけろう。先だっての再度の耐震では、もう潰れることと思ったし、命もないものと観念していたが、どうやら無事に済んだ。よくもこの壊れ屋が倒れないものである。晴れた日には、大概私たちは庭先の小宅で食事をする。時とすると隣の別荘の芝山へ行って、のびのびと酒を温めたり茶を立てたりする。箱根の連山や相模灘の体景を展望して、私たちは食後も日向ぼっこをする。隣の白クジャクのような七面鳥がつがいで私たちの周りを漁って歩く。こうした楽しみは、壊れ屋に住む私たちでなければ味わえまい。まことに、のどかな日常である。七面鳥といえば、つい2、3日前、犬に噛み殺されてしまった。真っ白で、実にすがすがしいつがいであったが、かわいそうなことをしてしまった。この頃はよく慣れて、私の庭にも遊びに見えた。朝などは、入り口から、呆然と羽を広げて食堂の土間に入ってくる。すると私たちは椅子から立ち上がって再敬礼をする。まあまあどうぞこちらへ。もう一つおかしい小話がある。東宮殿下の御慶治の朝のことである。私たちも琵琶の木の下の小宅でつつましい祝杯をあげた。住んでから坊やだけ地面に座って遊んでいたが、そこへ七面鳥がおそろいで堂々とやってきた。伯爵夫人といった風である。しばらくすると坊やが、どうぞどうぞと言っている。何をしているのかとガラス扉から覗いてみると、坊やはその伯爵様に仰向いてしきりに杯を差し付けているのであった。その七面鳥も殺されてしまった。隣の監督さんがその赤い肉を持ってきた。さすがに寂しそうにしていたが、私たちも急に寂しくなってしまった。それでもその赤い肉は晩には焼いて食べた。坊やは、おいちいおいちいと言った。寒々とした妄想林の中のこうした私たちの生活である。白い梅の花もちらほらと咲き出したようである。